2007年東ティモール大統領選挙は、東ティモール民主共和国の元首である大統領を選出するため、2007年に執行された大統領選挙である。4月9日と5月9日に投票が行われた。国連暫定統治下で実施された2002年4月に行われた大統領選挙以来、5年ぶりに行われた選挙で、2002年5月の独立後初めての選挙となった。 選挙には8名の候補者が立候補したが事実上、ノーベル平和賞受賞者で、国際的知名度が高いラモス・ホルタ、暫定政権首相と、フランシスコ・グテレス・フレティリン党首、国会議長、ハン・フレティリンの急戦法で、若手改革派のフェルナンド・アラウジョ民主党党首の3名による、密どもへの争いとなった。第1回投票では、ルオロ候補とラモス・ホルタ候補が、 それぞれ1位と2位の得票を得たものの、両路候補は過半数に達しなかったため、翌月に決選投票が行われ、ホルタ候補が両路候補が大差で破って当選を果たした。2006年12月に国民議会で制定された大統領選挙法に基づいて実施された。第1回投票で過半数を得た候補者がいなかった場合は、1ヶ月後に、 上位2候補による決選投票が実施され、最多得票を得た候補者が当選する。登録準選挙運動は3月23日から投票日3日前の4月6日まで行われた。3月22日に首都ディリで銃撃戦が発生し、2人が死亡した。ラモス・ホルタは貧困問題を中心に訴えたが、銃撃事件については触れなかった。 4月9日に投票が行われた第一回投票においては、固い組織票を持つ両路候補が28%弱の得票で首位となり、ラモス・ホルタ候補は21.8%で2位、ラサマは20%弱の票を獲得した。東部地域のバウカウ県出身のホルタ候補は、同じ東部地域のビケケ県出身のルオロ候補と、有権者の支持を激しく争った一方で、 西部地域のアイナロケン出身のラサマ候補は、西部地域における反フ,フレティリン病の多くを獲得した形となった。首位となったルオロ候補の得票が過半数に達しなかったため、1ヶ月後の5月9日にルオロ候補とホルタ候補による決選投票が行われ、第1回投票で敗北した6名の候補者のうち5名からの支持を得たホルタ候補が7割近い得票を得て、 当選を果たした。2007年東ティモール大統領選挙チモレセ、プリペアツーエレクトニュープレジデント、オーストラリアンアソシエーテッドプレス、10マーチ2007ありがとうございます。